久保さん、今回伝え方が9割、ミリオンヒットを出したね、佐々木さんの言葉をちょっとね、借りようかなと思うんですけども、心を動かす言葉には法則があると。心を動かす言葉には法則があると。ありますよね。<laughs> そう。<laughs> まあ、コピー、僕、相当書いてきましたけど、いろんな切り口ありますから、うーん。 だだからななんだろうなあの要は興味を持ってもらわないと始まらないのでうーん伝える時にうーん興味がない伝え方で伝えると伝わらないですよね興味がないから <laughs> うんそう、まあ、結構大事ですねビジネスをやっていく上で、まあ、チラシ1枚にしても、まあ、全部キャッチコピーだったりトークだったりとかどういうふうにこのお店をこう伝えていくのかとか まあ、どのように自分の,あの商品を伝えていくのかとか、まあ、そこはめちゃくちゃ大事ですよね。うん。だからこの億万長者合宿もネーミングとして、まあ、まあそういう質問はありましたけどね、億万長者合宿に参加したら億万長者になれるんですかっていう質問があったけれども、まあ、ぶっちゃけ言うと狙い通りというか、うん、反応さ、反応、まあ、それに対しては、まあ、あの、 ちゃんと言いましたけどもでも反応させたっていうことはまあ一つの、まあ、成功なのかなと思いますねうんそうまあこれはまあダイエット通販なんかもあのー、非常に分かりやすいですよねうんどう伝えてんのかっていうどういうふうに作ってんのかで作り方はもうテンプレート化していて、まあ、変わんないんですよねそうずっと何十年も変わんないですねそう 人間の心理は変わらないってことですね。この法則があるっていうのは何で法則があるのかっていうと、単純に人間の心理は大した変わってないと。テクノロジーが進んだとしても。ム <laughs> カ、うん、つくものはムカつくし、感動するものは感動するし、うん、笑えるものは笑えるしっていう、大した変わってないですよね。うん。そう。はい。いってらっしゃい。